相変わらずポケモン大好き少年じゃの。どうじゃ、ポケモンマスター目指して頑張っておるか。はい、もちろん。俺必ずこいつとポケモンマスターになってみせます。ピカチュウ。マサラタウンの少年サトシ、夢はポケモンマスター。見たことないポケモンだ。捕まえた。ピカ。そして俺の予測通り、いかにもあいつが現れそうな雲発生っと。クチバシティの少年ゴー、夢は全てのポケモンをゲット。待ってろよルギア。クチバシティに新たな研究所がオープンしたその日、二人は運命的な出会いを果たす。お待たせしました。本日オープンした桜木研究所の所長、桜木です。我が桜木研究所では謎に満ちたポケモンをあらゆる領域にわたって調査分析し、その知識をより深めていきたいと思っています。ポケモンを知ることは世界を知ること、私はそれこそが世界をより良くしていくことだと思っています。この大気の流れ、気温、湿度、高度、あくまで私の予測ですが、約20分後クチバの港に極めて珍しいポケモンが現れます。珍しいポケモン見た？来るぞ。3、2、1、ゴー。よし、みんなで戦おう。レイドバトルだ。港に向かうサトシ、するとそこにはなんだお前。クチバシティに現れた伝説のポケモンルギアをきっかけに、サトシとゴーは運命の出会いを果たす。俺はクチバシティのゴー。俺はマサラタウンのサトシ。こいつは相棒のピカチュウ。ピカチュウ、よろしく。ピカチュウ、ピカ。2人の主人公サトシとゴー、それぞれの夢に向かい、桜木研究所からさまざまな地方へ冒険に旅立つ。2人の主人公には2匹のパートナーが。サトシのパートナーピカチュウ。ピカチュウ10万ボルトだ。ゴーのパートナーは新ポケモンのヒバニー。他にも個性豊かなキャラクターやポケモンたちが新シリーズを彩る。遅いよゴー。聞いてくれよ小春、俺たちの運命的な出会いの話を。それよりこれ、学校のプリント。ああはいはい、別にいらないんだけどな。はあ、そういえば桜木所長は。お父さんなら中で大木戸博士と。大木戸博士が来てるの。なんだかんだと聞かれたら答えてあげるが世の情け。おなじみあのラブリーチャーミーな敵役も登場。白い明日が待ってるぜ。ロケット弾初めて見た。はい、お初でにゃんす。無限に広がるポケモンの世界で新たな冒険が幕を開ける。はい。